皆さん、こんにちは。スリラーキャットチャンネルのペルシャです。今回の映像では、皆様に古典的な恋愛映画をお届けします。ダメージ、政界のエリートである父親は、息子の妻に恋してしまった。結婚を控えた息子と嫁、二人の禁断の恋はどこへ向かうのか。この政界のエリートは、どのような結末を迎えるのだろうか。映像の始まり、薄暗いオフィスビル、スティーブンと部下数人が、ゆっくりと階段を降りてくる。40歳を超えて、風格堂々としている。最近彼の業績は良く、まもなく内閣大臣に昇進するとの噂。首相までも彼が平定した反金融法案のことを絶賛。未来は明るい。スティーブンは思いが叶って得意になっていた。明るく清潔な自宅、妻のイングリッドが息子マーティンと電話で話している。彼が帰宅したのを見て急いで電話を切った。スティーブンは息子に最近何か新しいニュースがあるのかと興味津々。イングリッドは彼が新しいガールフレンドができたという。これに対してスティーブンはあまり珍しいとは感じない。彼が困惑するのは息子と付き合う女たち。彼女たちは分かっていないのか。マーチンはただのスケベ。この一言で妻は慌てて彼に見くばさをした。召使いの前で息子を高評価するのはまずいということで、スティーブンはすぐに話を切り上げた。今日首相に呼ばれたと聞き、妻は嬉しそうに彼の感想を尋ねると、スティーブンは妻ほど興奮していない。彼の言う通り、権力よりも家庭の方が彼にとっては重要。そう言いながら妻のこめかみに優しいキスをした。彼は杯を持ってストーブのそばに立ち、周囲を見回す。何も予期せぬことがなければ、自分の余生はこの平凡で優しい世俗的な日常に包まれるだろう。政府の晩餐会でスティーブンは最後に一杯飲んで家に帰ろうとした。だがその時、美しい姿が入り口に現れ、彼はその女から目を離そうとしたが、くるりと向きを変えても女には彼の異変を捉えられてしまった。彼女は向かってきて自己紹介をし、自分がマーチンの新しいガールフレンド、アンナだという。スティーブンは驚きながら目の前の女を見つめていた。彼女の全身からは人を引きつける魔力が放たれている。彼は試しに尋ねた。あなたたちはどれくらいの間付き合っていたの？数ヶ月です。アンナはあっさりと答えた。同僚が2杯の酒を持ってきて2人の視線を中断した。同僚が仕事の雑事を話し続けているにもかかわらず、スティーブンの目はもうアンナから離れない。この女、彼のもともと平穏だった生活を一転させるのはたやすいことだ。週末、スティーブンと彼は在宅で普段通りに過ごしている。その時、窓の外から騒ぎが聞こえてきた。マーチンが彼の新しいガールフレンドのアンナと一緒に訪ねてきたのだ。スティーブンはこの訪問に少し驚いていた。イングリッドは長い間家に帰ってこなかった息子にからかうように言った。こんにちは見知らぬ人。母と息子はお互いに抱き合い挨拶した。イングリッドは息子が晩餐に残ってくれることを望んだ。しかしマーチンは今回は時間がないと言った。彼はアンナに熱心に家族を紹介し、もちろん自分の父親も含めて、スティーブンはまるでアンナと初めて会ったかのようなふりをしていた。アンナも心得ている。黙って握手して挨拶。庭園でマーチンは母親に近況を尋ね、イングリッドは自分は全てが良いと答えた。そして息子の新しいガールフレンドを振り返り、彼女はどうして黙っているの？大丈夫なの？と尋ねた。末の娘はそばで母親をからかって言った。まさかあなたは一日中庭をブラブラしているのか。すぐに別れの時間が来た。アンナはスティーブンをこっそりと見つめた。彼の心は落ち着かない。アンナは工芸品の店で働いている。この日仕事が終わった後、電話ボックスの前を通りかかった。彼女はふと足を止めた。スティーブンのオフィスのシーンに切り替わった。彼は一心不乱に公文書を処理している。突然の電話が仕事を中断した。それはアンナからの電話である。大人のゲームは決してダラダラしたことはない。スティーブンはアドレスを聞き出した。そしてアンナに1時間後に会おうと告げた。電話を切った後、アンナは軽快なステップを踏みながら、混雑した人々の中を進んでいく。スティーブンはいつも通り車に乗っていて、資料をめくるふりをしているが、心はすでにアンナのそばに飛んでいた。この優雅で上品な外観の下で、心の中は燃えている溶岩で溢れていると誰が思うだろうか。アドレスに従ってスティーブンはアンナのアパートを見つけた。ドアを押して開けた途端、彼は急いで女の姿を探し始めている。彼女の魅惑的な視線を見つけると、スティーブンはもう心の中の最も原始的な欲望を我慢したくない。彼は何もかも忘れながら彼女と楽しんでいる。長い間守ってきた人生の信条はこの瞬間に全て雲の彼方に投げ出された。翌日、マーチンが突然にスティーブンのオフィスビルに現れた。彼に不意打ちをした。思いもよらなかったのは、
息子はただ自分が昇進したと告げるために来ていた。スティーブンは浮気を発見されずに喜ぶべきだったのか、それとも父親として息子の誇りになるべきかを知らなかった。マーチンは母親が家族全員で祝いたいと言っていた。スティーブンはためらうことなく承諾した。レストランの中、イングリッドと夫、娘がメニューを見ていたところ、アンナとマーチンも約束の通りに到着した。今回は祖父のエドワードまでも祝いに参加した。彼は二人の若者に熱烈な挨拶をした。アンナは堂々と返事をした。エドワードは私たちは今、すべてスティーブンに頼っていると言った。彼は婿の現状に非常に満足しているが、しかしスティーブンはそれを心にかけない。マーチンがシャンパンを頼んだ。孫が若くして成功を収めていることを見て、エドワードは心から感嘆している。マーチンは今、仕事と恋愛の両方で成功を収めている。二人の若者は思わず視線を交わしている。スティーブンはこれをすべて目にして、心の中は酸っぱい感情でいっぱい。目には涙が溢れそうになっている。食事の途中で、アンナが初めて自分の過去を語った。彼女はこれまで家族と共に逆境の生活を送ってきた。母親は感情豊かで、今でも4番目の夫と一緒にパームスプリングスに住んでいる。父親は外交官で、長年外を走り回っている。母親であるイングリッドは、息子が惹かれている女についてもっとも知りたいと常に思っている。しかしマーチンは、ガールフレンドは彼の昇進を祝うために来ているから、母に根掘り葉掘り聞かないように言った。でもアンナは全く気にしていない。スティーブンはタバコを吸いながら、この女の過去に耳を傾ける。アンナは自分に兄がいると言った。しかし16歳の頃に自殺した。妹が好奇心で質問した。それであなたは遺体を見たのか？はい、見た。アンナは淡々と答え、なぜ自殺したの？イングリッドは根掘り葉掘りに聞く様子だった。しばらく考えた後、彼女は答えた。愛のため。悲しい過去の話がパーティーを重くした。マーチンは仕事がまだ終わっていないと言ってアンナを連れて去った。息子と新しいガールフレンドが去っていく背中を見ながら、イングリッドは心配そうに言った。私は彼女を信用していない。スティーブンは平気なふりをして妻を慰めたが、自分自身を慰めるようなものだった。彼は心配しないで、若者たちは真剣にならないと言った。彼は妻に自分の仕事がまだ終わっていないと言ってから、急いで出て行った。深夜、アンナの家の外、マーチンは彼女と別れを惜しんでいる。思いもしなかったのは、スティーブンも車で静かに来た。息子が去っていく背中を見ながら、彼はしばらく考えたが、すぐに決断を下した。アンナは早くから、今夜は誰かが訪ねてくると予感したよう。彼女はドアを閉めず、ただ静かに椅子に座って待っていた。やっぱりドアが開いた。スティーブンは疲れた顔をしてネクタイを緩めた。彼はほとんど懇願するように言った。私たちは何か方法を考えなければならない。一晩中彼は息子とアンナの愛情に苦しんでいる。彼はいつまでも彼女を撫でたいと。アンナが彼に心配しないでと告げても、自分はどこにも行かないと。でもこの軽い一言が、彼の苦しみをどうやって慰めることができようか。スティーブンは彼女の顔を強く撫でた。あなたは誰だと何度も聞いた。なぜ彼が長年にわたり維持してきた仮面を簡単に剥ぎ取ることができるのか。彼を深淵に引き込むように、彼らは肉体の喜びを楽しんでいる。道徳感は彼らが脱ぎ捨てた服のよう、剥ぎ取るときは荒々しくて無礼で、まるで道徳感や恥は恥を覆う服のようなもの。彼らにとっては束縛になってしまう。一つに溶け合った後、二人は裸でベッドに横たわっている。スティーブンは食卓でアンナが話し終わらなかった過去について尋ねた。実はアンナは小さい頃から兄とお互いに頼り合っていた。住所が決まっていなくてもいつも一緒だった。年月が経つにつれ、兄は妹を独占したいと思うようになってしまった。性格が自由な彼女がどうして兄に束縛されることができようか。アンナが言ったように、傷つけられた人が最も危険だ。彼らは生きる方法を知っているから。拒否された後、兄は意気消沈して自殺を選んだ。彼女はこの悲劇を目撃した後、心には消えない傷跡が焼き付けられた。スティーブンは彼女の髪を撫で、週末に会議をする。自分と一緒にブリュッセルに行こうと、彼女を優しく誘った。だが、アンナは週末にマーティンとデートをすると言い、そしてスティーブンが自然の成り行きに任せることを望んでいて、現状を破らないでほしいと。恋愛は人の頭を混乱させることが多く、それに抵抗することは難しい。スティーブンは仕方なく沈黙を保つことを選んだ。すぐに週末が来た。スティーブンは妻と娘と朝食後に出発するつもりだ。彼は妻に告げた。自分がいない時に何かあれば息子を呼び戻すことができる。だが妻は、マーティンとアンナはパリのル・ティッシャーホテルに行き、週末を過ごすつもりだと言った。何気ない一言がスティーブンの食欲を完全に奪ってしまった。彼はカバンを持ち上げ、急いで妻に別れを告げて出発した。
会議室では各級政府の重要な役人が会議をしている。しかしイングリッドが話したことはスティーブンの心に波紋を広げ、なかなか落ち着かなかった。彼は会議の内容に集中できなくて、紙の上に何も考えずに描き続けた。ついに会議が終わるのを待っていた。その間に全員が12時間の休憩を取ることができる。しかしスティーブンは夜通しでパリに駆けつけた。彼は発情した猛獣のように不倫に向かう道を急いで走った。彼はル・ティッシャーホテルを見つけ、電話一本でアンナを呼び出した。二人が出会うと欲望が燃え上がって耐え難い。路地に曲がるとスティーブンはとうとう我慢できなくなった。彼はもう優しく穏やかな夫でも父でもなく、内向的で品のある政府の重要な役人でもない。アンナの前では彼はただ欲求不満の中年男性に過ぎない。恋の苦しみを緩和するためにスティーブンはアンナの向かいのホテルで部屋を借りることにした。息子とアンナの親密な様子を見て彼は苦笑しながら食事をしようとした。しかしすぐに笑顔が顔から消え、彼はまるで大好きなおもちゃを失った子供のように苦しみながらベッドに丸くなって泣き続けた。この日スティーブンは公園でアンナに会った。長考の末彼はついに決断を下した。全てを捨ててアンナと駆け落ちすることを選んだ。彼はもう他の誰かとアンナを共有する痛みを耐えられなかったが、一時の沈黙の後アンナは冷静に彼に告げた。あんたはすでに欲しいものを手に入れている。離婚した後に何を得られるのか。スティーブンは悲しむと失望しか感じられなかった。しかしアンナはこの親子の間を行ったり来たりすることを楽しんでいる。彼の抑えられない欲望もよく知っている。彼が永遠に彼女を渇望するように、テレビの中で政府の重要な役人とスティーブンが堂々と語る姿を、アンナはハンバーガーを食べながら満足そうに笑っている。しかしイングリッドは夫のテレビでの真剣なパフォーマンスに大満足。彼女は彼のキャリアの忠実なファン。彼がまだ無名の医者だった頃から彼の真剣で細やかな態度に惹かれた。今日も変わらないスティーブンは妻の方を優しく撫で、昔に戻ったような約束の時間に合わせてスティーブンは急いでアンナの家の外に行った。彼はこの女と過ごす時間を一刻も無駄にしたくない。しかし彼を迎えたのはアンナだけではなく、もう一人の男性ピーターでもあった。スティーブンが口を開く前に彼女は早速ピーターに紹介した。これはマーティンの父親で、私から本を借りに来たの。同時に彼女はスティーブンに告げた。ピーターはいつも突然訪ねてきて不意打ちをかけられる。三人の間の雰囲気が一気に固まってしまったのを見て、アンナは急いで立ち上がり、本を取りに行くと言いながら部屋を出た。男の嫉妬心がスティーブンに問いかけさせた。あなたとアンナは親しいのか。はい、たくさんのことを一緒に経験してきたから。彼女は私の親友だ。ピーターは答えた。彼は正直にマーティンがアンナにとって最良の選択だと認めた。少なくとも自分と一緒にいるよりははるかに良いだろうと。彼の言葉は少ないけれど、スティーブンはすでに感じ取っていて、この男とアンナの関係は特別なものだと。別れ際、彼はアンナにほのめかした。またいつか一緒に集まろうと。彼はアンナの家を出たが、スティーブンはそこを去らなかった。彼はピーターが去るのを待ち続け、再び戻ってきた。スティーブンはアンナに問い詰め、あの男は一体誰なのか。彼女は静かに言った。彼は私の幼馴染で一緒に育った友人。15歳の時、ピーターにキスされたことで、兄が狂ってしまい、最終的に自殺してしまった。仕方なく、彼女と母親は、ピーターの家に一時的に住むことになった。それは彼女とピーターが禁断の果実を味わうことになった時でもある。過去のことに再び触れ、アンナの目は涙に濡れていた。スティーブンはこの女を優しく慰めた。週末家族で車を出して祖父の荘園へ、イングリッドの誕生日を祝うため。しかし予想外にマーティンがアンナを連れて参加することになった。これは母親にとって大きな不快感を与えた。理由はわからないが、イングリッドはどうしてもアンナを好きになれない。イングリッドの父の代はこの荘園ですでに200年もの間生活してきた。親切な祖父が壁にかけられた肖像画をアンナに紹介した。マーチンは感嘆した。自分はここで完璧な幼少期を過ごした。しかし父親の温かな付き添いが欠けて残念である。スティーブンは常に家庭は仕事よりも重要だと思っていた。しかし子供との間には未だに溝があることを予想していなかった。それはどれほど皮肉なことか。アンナはじっと彼を見ていた。静寂で広大な荘園の中、スティーブンは孤独で寂しい。しかし彼は常に好奇で優雅、そして自信に満ちた歩みを保っていた。家族が和やかに過ごす様子を見て、彼は突然に胸が締め付けられる。パーティーでマーティンがみんなに宣言した。自分はすでにアンナにプロポーズした。スティーブンはアンナを見つめ、驚きと困惑が満ちていた。シュートと嫁の関係ができてしまったら、
これからはこの不適切な関係は永遠に封じ込められる。二度と立ち上がることはできない。慌ててテーブルのワインをひっくり返してしまった。目の前はめちゃくちゃになってしまった。食事後スティーブンは息子とビリヤードを始めた。息子は申し訳ないと言った。以前父親に自分が父親の愛を失ったと告げたこと、それは彼の心を傷つけただけでなく、さらには母親の心も傷つけてしまった。なぜなら誰を神父とするかに関わらず母親は認めないだろう。マーチンは誠実に、自分はアンナの独特の魅力に引きつけられたと言った。スティーブンは彼女は息子に会わないと伝えたが、マーチンは彼をじっと見つめて言った。それはあなたが彼女のことを理解していないから。二人きりの時アンナは唯一無二。スティーブンはそのことをよく理解している。ただ彼はこれ以上何を息子に言うべきかわからなかった。夜、ドアの外から足音が聞こえた。ドアを開けると驚いたことにアンナが廊下に立っていた。情熱的な目で彼を見つめていた。彼は魔法をかけられたように彼女の後ろについて部屋に入った。しかし部屋を出るときには娘に見つかってしまった。オフィスではスティーブンはどうやって娘に説明するかわからず頭を悩ませていた。彼は全ての怒りを部下たちに向けて皆の仕事態度を厳しく非難した。何が起きているのかわからない部下たちが混乱し、慎重に仕事を続けるしかなかった。家に帰るとスティーブンは娘が一人でテレビを見ているのを見つけ、その夜娘が見たシーンを説明するべきだと思った。彼は娘に一生懸命考えた言葉を話した。話している途中で娘は彼を遮っていった。わかったわ父さん。スティーブンは予想外の展開に一日中悩んだことがあっけなく解決されたことに驚いた。この日アンナの母親はスティーブン家に招待された。彼女は娘がマーチンと結婚できることを大いに喜んでいた。娘が好きなのはそのタイプではないけれども、この言葉にはイングリッドは困惑した。アンナの母親は説明した。娘はいつも鬱陶しい、付き合いにくいタイプを好むのだと。マーティンはピーターのことを指しているのかと尋ねた。自分は彼に会ったことがあり、彼がいい人だと思っていた。彼について話されると姑は少し驚いた。彼女は一息ついて、それは彼女にアンナの兄を思い出させたと言った。アンナは母親に悲しい過去を振り返らないようにと止めようとした。しかし悲しい感情は避けられずに広がってしまった。帰宅途中、アンナの母親はタイミングの悪い言葉についてスティーブンに謝った。スティーブンは大丈夫だと言った。アンナの母親は続けて、マーチンとの結婚は娘にとって幸せなこと。彼女は新たな人生を始めることができる。そしてスティーブンには退くことを願っている。この一言にスティーブンは何をすべきかわからなかった。アンナの母親は彼を一晩中観察していた。この男は未来の夢を直視することができなかった。スティーブンはまさかこの平凡な女が冷静に物事を見抜いているとは思わなかった。彼女が去る際、スティーブンに不倫関係をさっさとやめるように再び注意をした。ドライバーが次にどこに行くのかと尋ねると、スティーブンは回りたいと言った。この関係についてよく考えたい。彼は疲れ果てて目を閉じた。理性と道徳の間で引き裂かれ、彼は何度も自分に断崖絶壁に止まるように自分に注意した。しかし常に劇場と衝動の中で敗北を喫した。今こそ決断する時が来たようだ。スティーブンは運転手に電話ボックスのそばに車を止めるように言った。仕事中のアンナ、スティーブンからの電話を受け取った。スティーブンは落ち着いて言った。君を手放すつもりだ。これはマーティンと君にとっても良いことだ。大人のゲームはいつも静かに始まり静かに終わる。ごめんなさいの一言の後、アンナはビジーサインの受話器を持ち上げてぼんやりしていた。洗濯をしたスティーブンはマーティンの働いている新聞社に行った。同僚が彼を息子の席に案内し、ぼんやりと見ているのはコンピューターの前に置かれている自分と息子とアンナの集合写真。マーティンが来ても気づかず驚いた。息子はそれを持って行ってと言った。彼は喜んで写真を胸に抱きしめ、マーティンは何があなたを吹き飛ばしたのかと言った。スティーブンは寂しげに一時の感傷と言った。彼は息子の自分に対する評価を認めた。家族にとって冷たい。彼は自分が人生をコントロールできると思っていたが、彼は間違っていた。多くのことはコントロールできない。父親が普段とは違う様子にマーティンは困惑した。彼が反応する前に仕事が次々と押し寄せてきた。スティーブンは仕方なく頭を振り去るしかなかった。夜のライトアップが始まり、スティーブンはオフィスに座り窓の外をぼんやりと見ていた。喪失感が彼をがっかりさせた。その時机の上の電話が急に鳴り始めた。彼は反射的に急いでそれを取り上げた。しかし電話をかけてきたのは彼の妻だった。彼女は夫に夕食がもう準備できていると告げた。スティーブンは同僚と残業をすると嘘をついた。彼の妻はがっかりして電話を切った。
しかしがらんとしたオフィスにはスティーブンだけがいた。スティーブンは重い風邪をひいたように浴槽に浸かっている。しかし彼の妻は彼の異常を全く気づかなかった。心を痛めて洗濯したにもかかわらず、アンナの姿は彼の目の前から消えることはなかった。とうとう耐えきれなくなって、スティーブンはアンナに電話をかけた。しかし息子の声を聞いた瞬間、彼はすぐに電話を切った。翌日、スティーブンは相変わらず窓の外を見てぼんやりしていた。部下がドアを開けて手紙を一通持ってきた。開封すると、中には鍵とメモが入っていた。そこにはアパートの住所が書かれていた。スティーブンは急いで去っていく背中を見て、秘書も驚いた。いつも落ち着いている上司が、いつからこんなに慌てふためいたのか。アパートでは、労働者たちが改装の準備をしている。アドレスに従ってスティーブンはアパートの最上階を見つけ、ドアを開けると、アンナの姿はなく、机の隅のノートには、次に会う日が記されていた。家に戻ると、アンナはまるで何もなかったかのように、マーティンと結婚式の準備を話し合っていた。彼女は振り返って自分をじっと見つめているスティーブンを見た。彼がアパートの鍵を自分の唇に押し当てているのを見て、アンナはうっすらと笑った。人目がない時に彼女はスティーブンに、もしあなたがいなければ、自分は絶対にマーティンのプロポーズを受け入れることはないと告げた。二人のデートの日がすぐに来た。スティーブンは待ちきれずに走って、恋人との約束に駆けつけた。アンナも工夫を凝らしてデートの愛の巣を飾り付けた。再び恋人になることがあまりにも興奮するのか、スティーブンがドアに入るときにドアの鍵を引き抜くのを忘れた。二人がベッドの上で一つに溶け合っている最中、彼らは知らなかったのは、マーティンも偶然にもアパートにアンナを探しに来た。部屋からの声を聞いて、不吉な予感がマーティンに眉をしかめさせている。彼がドアを開けると、自分の父親と婚約者が全裸で交わっている。彼は目の前の全てを受け入れることができなかった。スティーブンは息子を慰めようとして、自分に説明の機会を与えてほしいと望んでいたが、マーティンは部屋から一歩一歩後ずさり、ついには階段から転げ落ちてしまった。息子が目の前で命を落とすのを見て、スティーブンは悲しみに時間がなく、裸のまま階段を駆け下り、息子のまだ温かい死体を抱き上げ、声を上げて泣き始めた。アンナもこの突然の事故に驚いていた。しかし、一滴の涙が頬から流れた以外には何もなかった。しばらくして、彼女は整った姿で静かに去っていった。崩壊した男だけを残して、そして彼が再建できない生活を、まさしく彼女が初めて言ったように、傷つけられた人は最も危険だ。彼らは生きる方法を知っている。違法が伝わると、スティーブンの家の前には多くのメディア記者が集まった。かつての政界の誇り高き人物が、今は矢面に立つことになった。悲しみがあまりにも深いために、イングリッドは痛みによってしか苦痛を軽減することができず、それで彼女は自傷行為をし、自分を傷だらけにした。妻を通じてスティーブンは知ることができた。アンナの職場に大家さんが電話をかけてきて、彼女に給湯器の使い方を教えたのだと。その時に偶然にもマーティンがそこにいた。彼は婚約者が自分に内緒でこっそりアパートを借りていることを知らなかった。それで彼は住所を書き留めてそこに向かった。イングリッドは怒鳴ってスティーブンに尋ねた。なぜ自殺しないのか。それなら彼女は彼を少しでも恨まない理由がある。そして彼のために喪に服すこともできる。絶望的に悲しみに暮れて、彼女はこの男の胸にすがりついて泣いた。翌日、彼女が目覚めた時、スティーブンを見て、彼女は全てがただの夢であることを絶望した。冷静になったイングリッドは、誰もが一生に一度の最愛を持っていることを分かった。自分の最愛は息子、スティーブンの最愛はアンナ。それではアンナの最愛は誰なのだろう。家族がチリジリになり、前途を絶たれたスティーブンは、数年後に再びアンナに会う場面で、スティーブンの独白はこうだった。その後、私は彼女に一度だけ会った。偶然に出会った。空港での乗り換えの時、彼女は私に気づかなくて、彼女はピーターと一緒だった。子供を抱いていて、他の女と何も変わらなかった。映画は終わる。生活では誰もが幸せを選ぶ権利を持っている。しかしタブーが幸せを追求する人々の道を遮る呪いとなると、それはただの性的な悲劇ではなく、感情的な悲劇、家庭的な悲劇だけでなく、さらに全ての人々の目の前に横たわる運命の悲劇となる。結婚は理性的で自由で、さらに神聖なものとなる。悲劇的なのは愛と欲望が理性によってコントロールできないということ。この問題に対して神が答えを与えてくれることを願っている。では今回のビデオはここまで。いつものようにサポートしてくれる皆さんに感謝します。そうだ、私たちのチャンネルの作品は近頃 YouTube から警告を受けがち。皆様が私たちを見つけられないことを防ぐために、私たちは再度2つ目のチャンネルを開設しました。それは猫の映画レビュー
第二の家と呼ばれます。ピン止めされたコメント欄、概要、エンディング、そしてビデオリストで全て見つけることができます。皆様ぜひともフォローをお願いいたします。感謝申し上げます。それでは次回までお待ちしております。